それではもう一つの問題でありますけれども、たくさんの人たちがいる中でなぜ私たちは問題なく会話ができるのか、それでは電波の世界では一体これをどうやっているか、これについてお話をしていきたいと思います。これは私たちが会話をする時の様子を示したものですけれども、右側にいる人が左側の A さんと B さん同時にお話をしています。なぜ私たちは A さん B さんと同時にお話ができるか、この理由について考えてみます。 A さんの声と B さんの声は違います。同じあという発音であっても、 A さんの発音と B さんの発音は少し違います。これはなぜかと言いますと、喉や口の形がそれぞれ違いますから、口から発生される音声の波形にそれぞれ違いが出ます。 A さん B さんの特徴が出てきます。ですからこれによって誰の声か分かるということになります。電波の世界もこれと全く同じ原理を使っています。この原理を使っているのが第三世代の携帯電話で使われている CDMA というシステムです。この図ではユーザー A、ユーザー B が同時に基地局と通信をしている図であります。今ユーザー A ではデータ1、データ0を送りたい。ユーザー B も同じデータ1、データ0を順番に送りたいという場合の図です。ところがここにありますように、ユーザー A の波形、ユーザー B の波形はそれぞれ異なっています。こういうふうに波形を違わせることによって、ユーザー A とユーザー B が同時に同じ基地局と通信できるようになります。 CDMA ではこういうようにユーザーごとに違う波形を発生させる工夫がなされています。技術用語で言いますと拡散符号、これを各ユーザーに割り当てて通信をさせるわけです。こういう工夫をすることによって、人間が会話をするときと全く同じように、電波の世界でも全ての基地局が同じ周波数を使って同時に通信をすることができるようになっています。これが第三世代の携帯電話の原理であります。ところで携帯電話は一体どのくらいの高い周波数を使っているのでしょうか。携帯電話はよく知られているラジオ放送よりもかなり高い周波数の電波を使って通信をしています。 AM ラジオですと 500kHz から 1600kHz 程度の周波数を使っていますけれども、携帯電話では 800MHz あるいは 2GHz というかなり高い周波数、AM ラジオ放送の1000倍から2000倍高い周波数を使っています。高い周波数を使うと大変いいことがあります。アンテナが短くて済むということです。それからもう一つ、電波はいろんな方向から受信されます。これが一つの特徴でもあります。なぜかと言いますと、基地局から発射された電波は周辺の建物で反射されます。つまり電波はいろんな方向から飛んできます。こうなりますと、こちらに示した図のように50センチかける50センチの空間で電波の強さが山岳地帯のように大きく変動している、こういう状況が発生します。こういう中を皆さんが歩きながら通信をすると、電波の強さが時間的に変化するようになります。例えばこれは実際の電波の強さを見たものですけれども、左が送信信号波形、右側が受信信号波形で、これは 2GHz という周波数を使って移動速度約 60km 毎時で受信される波形を示したものです。このように時間的に大きく変化します。そうしますと電波の強さというのは皆さんの移動速度によって変わるということになります。これは時速 4km の場合ですし、次が時速 40km、
あるいは新幹線並みの時速400km ですと、かなり短い時間の間で電波の強さが大きく変動するという状況が発生します。電波が大きく変動するということは、電波が弱くなるということがかなり発生するということになります。そうしますと、電波が弱いということは雑音に負けてしまいますから、通信品質が劣化するという状況が発生します。これを救う一つの有力な技術がダイバーシ受信というものです。この例はアンテナを2つ使ったダイバーシ受信の例ですけれども、アンテナを2つ用意して受信信号の強いアンテナを選択するというものです。こうしますと、アンテナ1本だけで受信をしている場合は電波が弱いという状況がかなり発生しますけれども、2つのアンテナの強い方を選択すれば電波が弱くなるという状況がほとんど発生しなくなります。こういう技術を使って皆さんが移動していても安定な品質で通信が可能となります。こういう技術を今の携帯電話は使っています。